はいどうも、慎太郎です。よいしょということで、本日はね、ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、まあたくさん DM やね、コメントでもいただいたんですけど、まあみんな薄々ね、気づいてる人いると思うんですけど、女友達、冬レモンですよね。冬レモンの SNS の更新が止まってると。はい。しかも長いこと止まってると。けどまあ一回ストーリー上げてたんか、長文で、一回ストーリー上げてたな、メンヘラみたいな、上げてましたね。で、まあなんちゃんどうなのとか、何してるのとか、なんかどうなったのっていっぱい来るので、ちょっと僕からの口からね、まあ言えること限られてるんですけど、ちょっとお伝えしようと思いまして、まあ彼女はね、彼女ってあれね、彼女はって言ったら、しんちゃん彼女なんですかって言われるんですけど、夏美香のこと。違うからね。彼女はっていう、その、名指しね。彼はなんて思ってるでしょう。なんて言ったよな。まあ、電話もしましたよ、一回。どこまで伝えていいんやろうな。とりあえず、まあ、元気です。元気っちゃ元気か。別に特に犯罪を犯したとかじゃない。ただちょっと、まあ、プライベートで、まあ、ちょっと大変なことがあって、まあ、動画投稿とかを休んでると。はい。で、まあ、またそれはね、何があったかっていうのは多分もしかしたら本人の口から言われるかもしれへんし、まあ、この動画撮ることも彼女に伝えてるんで。はい。じゃあなんでお前が言うねんって言うんですけど、まあまあビジネスパートナーなんで。まあ辛辣をね、応援してくれてる人もいっぱいおるから、ちょっとあいつがあんま動画を出せる状態じゃないから、俺のチャンネルでもね、今後動画上がっていくと思うけど、まあ、冬レモンどうしたんっていう疑問の声が出てくるかなと思ったんで、こういう動画撮りました。はい。元気は元気やし、元気じゃないって言ったら元気でもないし、犯罪を犯したから休んでるとかではないです。はい。全然そんなんじゃない。そこは安心してほしい。だから、もしかしたらどうなるな、どれぐらいで戻るか俺も想像つかへんな。早かったら1週間以内、遅かったら1週間以上には動画投稿戻るんじゃないかな。だから俺のチャンネルももしかしたら、まあ、ストック何本があるけどなくなったら、まあ、慎太郎のソロの動画とか続くと思うけど、そこは気にせんとってください。はいはいはい、ということで、まあ、たくさん DM とか送ってると思うけど、夏美にも全然いいと思うんですよ、それ。全然いいと思います。はい。心配の DM するとかは全然いいんやけど、なんか投稿早くしてくださいとか、なんで沈黙してるんですかとかは、まあ、あんまこうな、なんていうの、焦らすような DM は送らんでいいんちゃうと思いますね。はい。なんでかっていうと、まあ僕も活動休止をしたことあるし、活動休止しますっていうのを言わずとして休んだこともあるから、すごい気持ちわかんねんけど、それがね、逆にプレッシャーになったりするのよ。心配の DM は嬉しいね。けどなんかこう、早く上げてやとか。まあ嬉しいね。その気持ちすごい嬉しいねんけど、なんで上がらへんねんとか言われると、すごいこう、プレッシャーに感じて、余計こう、心が休まらんかったり、まあ、圧かかってるなって感じする時もあるんで、心配の DM とかそういうのはいいけど、こう、せかすようなことは、まあ、やめてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ多分してへんと思うけど、そんなこと。そんなしょうもないことするやつおらへんと思うけど。あとなんかあるかな。まあそうですよね。だから僕らってやっぱインフルエンサーというか、こういうね、インフルエンサー、まあ、もちろんそのテレビとかも出ることありますけど、まあインフルエンサーっていうのはね、どっちかって言ったらこう、なんていうかな。プライベートをね、切り売りして動画上げたりしてるとこもあるんで、ちょっと SNS 更新止まったりすると、大丈夫ですかとか、なんかあったんですかってなるんですけど、まあまあ基本大丈夫っすよ。彼女は。はい、まあ大丈夫っすよ。ただ、まあちょっと、あの子はまあ俺より感受性が豊かやから、まあ多少、まあ、いや心配になるな、これ。別に、この動画上げたら余計心配になるな。全然大丈夫やで、正味。全然大丈夫。全然大丈夫って俺が言っていいか知らんけど、勝手に。全然大丈夫じゃん。別に死ぬこともないし、別に鬱だったわけちゃうし。全然大丈夫じゃん。やっぱ全然心配せんでええわ。全然大丈夫やわ。みんな、大丈夫。もうせかせせかせ。はい、お元気になれて、せかせせかせ。とりあえず、まあそういう状態。まあごめんな。あんま俺の口から言えることも少ないから、めっちゃ、結局なんやねん、この動画って言われるかもしれないんですけど、とりあえず、まあちょっと休んでるっていう。で、まあ明日からも、まあ俺のチャンネルでは普通に多分動画上がると思うし、あいつのチャンネルではどうなるのわからん。その辺はちょっとわからんけど。まあちょっとずつ上がっていくんちゃう、もしかしたら。っていう感じで。はい。まだちょっと時間あるな。まあこんな暗い動画のまま終わるもあれやし、せっかくやし、じゃあ、アンチコメ読もうか。アンチコメ読んでいこうか。はい、せっかくやし。僕ね、なんでこんなアンチコメたくさんすぐ用意できるかって言ったらね、ね、こういう感じで言っても、ネタに困ったらこうね、漫談にしようと思ってるんで、笑い話にしようと思ってるんで。はい、これ多分ね、冬レモンの告白動画に対してのアンチコメですね。しんちゃんなんで空気読めないの、暴力しかできないの、本当に無理。黙っとけよ、お前、おい。空気読んどるやろ、なんだろ、お前。気持ち悪いやろ、お前。だからね、付き合ってされて、なんで暴力もお前、読みてみよ、お前、あれ。なんか言ったやろ、お前。こう、微妙に。力加減してやっとは、あんまこんなん言ってないけど、お前。で、なんで空気読めないのって。お前、アホか、お前。お前、周り固められて告白されるの一番怖いやろ。お前、どうすんねん、じゃあ、好きじゃない男の子がクラスになったとしよう、どうせ。こんなこの前やろ、こんな書いたやつなんか。
この前のこんなの乗せられたやつ。こんなに怒られるかもしれない。お前が一番嫌いな男の子今想像した。はい、想像しましたね。想像しましたね。その子ね、はい、もう、周りが、その男の子が周りに言うわけよ。その、じゃあ、君なんていう名前ね。あ、じゃあ、R ちゃんでしょ。あの、R ちゃん。R ちゃんにね、こう言うわけ、R ちゃんのこと好きやねん。そんな周りを固めていくわけ。じゃあ、なんか急に体育座りとかに、なんか、ちょっと待ってーみたいな。あるやん、たまに TikTok の動画ね。ちょっと待ってーみたいな。言いたいことがあります。俺は、R ちゃんのことがずっと好きでしたって周りはもう固められとるから、ふぉーもう来た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 ふぉーふぉーふぉーで、R ちゃんびっくりするわけ。え、私何のこと？え、そんなんあるの？知らんねんけど。前でパッパッパ出ます。はい、全校生徒。はい、一クラス40人ぐらい見てます。なんなら、全学のやつ100人ぐらい見てます。どうすんの？そこで断る勇気のがすごくない？そこで断れる勇気のがすごくない？俺。俺がすごいって言いたい、最終的に。考えろ。それのがすごいやろ。空気読めん。じゃあお前、はいって言うねんな。はいって言ったら人生損するぞ。ちゃんと自分強く持って生きろよ、お前。な。お前自分を強く持って生きろよ。そうやって周りに流されてイエスイエス言う人間だったら、かわいそうな人間になるぞ、自分が。自分がかわいそうぞ、自分が。自分がかわいそうや。な。そういうことを教訓にこの動画を見てくれ。な。はい。はい。じゃあ次行きます。しんちゃん、本当は、すごい繊細、意外に一途なタイプな気がする。なきゃあるか繊細やった俺今頃も自殺しと。こんだけ毎日長文でアンチコメ来て、こんな文章来て、な、こんな読書感想文ぐらいの文字来るわ。俺400字打つのどんだけしんどいと思いながら打ってたのに、こいつら読書感想文の提出でもないのに、なんでこんな400字簡単に打てんねんと思うわ、毎回。すごいな、思いながら見てるわ。こんなもん俺もう今頃もうどっかその辺でしんどるわ。俺繊細やったら。な、ほんまに。はい。はい、次行きます。最近出た丸萌えの動画やね。普通に慎太郎、覚え悪いだけ。歌手無理ですね。これドッキリだね。うるさいの！ドッキリ言うたやろ。で、お前もドッキリ言ってんのかい。意味わからんがな。何のコメントしたいねん。日本語から学び直してこい、お前は。まあ確かにね、歌手は頑張るんで、そこは応援してください。はい。あのね、はい、頑張ります。覚え悪いだけってうるさいの！確かに、覚え悪かったけど、この丸萌えに関してはほんまにドッキリもどうこうじゃなくて練習してる時から。いややろ、そんなもん。お前26人までこうやって丸々盛り盛りって覚える気ならへんやろ、お前。なあ、こんなもん何回やっても頭入らんかったわ。一切。あたつ、好きじゃないもん嫌やろ、そんなもん。で、丸盛りが好きじゃないって言ってる人はね、丸盛りはすごい言うたよ。福君と足田愛菜ちゃん俺すごい好きよ。あなたのことは存じ上げないですが、とてもいい曲だなと思いました。あ、これはね、嬉しくてスクショしちゃいましたね。ほんまに、あ、こういうのもたまにありますからね、僕。多分曲で、俺のこと知らんのに曲から知ってもらえるってね、すごい嬉しいですよね、これ。相撲したい言うて、なっちゃんに触りたいしんちゃん、アホか！そんなもん。ほんまに好きな子やったら、お前触らへんやろ、お前逆に考えて。お前ほんまに好きな男の子、あ、女の子はするか、そういうの。男はほんまに好きな女の子に対して触れへんねん、対して。緊張して。こうやって、なんかちょっとチャラいと思われて嫌やな、とかなんねん。あえて真摯に行くねん、そこは。俺一切思わず触れるわ、こうやって。言ってるやろ、あいつも別に。何？体触っても何も思わんって。だからもうゾウ舐めてるんちゃうか。ゾウ撫でとんと一緒。こうやって、あ、ゾウ撫でとる。こうやって、動物園でこうやって、あれやたまにゾウのお触り、ないか。ゾウのお触りみたいな。あ、そうか、そうか、って言って、やったのと一緒。分かってくれ。分からんねん。はい、次。この男と付き合っても幸せになるとは思えよな。こんなコメントしてお前が幸せになるとは思えよな。はい。普通に考えて YouTube で。たかが YouTube の動画で、こんなコメントしたやつが幸せになるとは思えんけどな。考えてくれ。あ、まあまあ、こんな感じですかね。まあ、という感じで。けど、たくさんコメントしてくれるの俺嬉しいんで、気にせずこうやってアンチコメしてください。俺全然マジ傷つかんし、ネタにもなるんで、これからもたくさん長文もくれていいし、別に俺、嫌で言ってるわけちゃうから、ほんまみんなのこと、大好きでやってるんで、ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価してください。はい！ということで、まあこれほぼノーカット、ほぼノー編集で上がると思うんですけど、ぜひ、楽しみにしてください。まあ、慎太郎ガールズの皆さんこと僕は一生大好きで、一生幸せにしていくので、これからも応援待ってます。とき。まあ、辛辣ファミリーも僕大好きなんで、たくさん応援待ってます。ということで、まあまあ、気長に待ってください。まあ、冬レモンのことに関しては、ちょっと気長に待ってください。では、バイバーイ大好きだからね。いつか見せてやるぜ、打ち上げ花火。痛みなんても後回し。苦し紛れの